本当にいつまでやっているのかと話題になっています。いい加減アメリカと日本にメダルをお願いします。昨年の北京五輪でドーピング問題が発覚したフィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ選手の処遇をめぐる問題はまだまだ長引きます。問題発覚の当日の流れは、北京五輪の舞台で北京大会団体戦の表彰式が夜になって突然延期される。21年12月のロシア選手権の際のワリエワ選手のドーピング検査で禁止薬物トリメタジジンが検出されたと欧州の分析機関が遅れて報告してきたためでした。ロシア選手権での違反であるため、ロシア国内の反ドーピング活動を管轄するロシア反ドーピング機関がまず担当し、祖父の服用していた薬の成分が食器の共有で誤って体内に混入したというワリエワ選手側の弁明を認め、暫定資格停止処分を解除、五輪参加継続を是認した。これに対し、世界反ドーピング機関、国際オリンピック委員会、国際スケート連盟がスポーツ仲裁裁判所臨時支部に提訴した。ワリエワ選手は当時15歳で、世界反ドーピング機関規定では16歳以下の要保護者に該当する。ドーピング違反が発覚した際、選手本人よりもコーチなど周囲の責任を重く問うルールだ。それも踏まえ、スポーツ仲裁裁判所臨時支部はこの時、ドーピング違反の白黒をつけずに五輪への参加継続を認めた。事後の検討で選手本人の資格停止処分が確定した場合に、メダルを剥奪する方が公平だという理由だった。ワリエワ選手は個人4位に終わった。1月13日付の世界反ドーピング機関の声明によると、ロシア反ドーピング機関の規律法定は、1、ワリエワ選手はドーピング違反を犯したが、自身には責任も過失もない。2、このため、禁止成分が検出された。2021年12月25日のロシア選手権の成績は失格扱いとなるが、それ以上の処分はなし。と結論付けたという。ロシアの団体金メダルも、ワリエワ選手の個人4位の成績もそのまま。ロシア反ドーピング機関は、ワリエワが禁止薬物、トリメタジジンの陽性反応が出た。2021年12月25日のロシア選手権の結果のみ失格とし、北京五輪については、過失はなかったと制裁を科さない方針を出しております。世界反ドーピング機関は、ロシア反ドーピング機関に詳細な裁定文提出を要求しており、内容を精査して対応するとしている。ただ、こうも付け加えた。選手に責任も過失もないとする結論には、世界反ドーピング機関がすでに把握している事件の内容に照らし、懸念を覚える。必要なら、世界反ドーピング機関はスポーツ仲裁裁判所に提訴する権利を躊躇なく行使すると発表。なぜこんな遅くにこういう発表なのかは、2022年11月に世界反ドーピング機関があまりにも時間がかかりすぎているとしてスポーツ仲裁裁判所に提訴したことだ。その際に世界反ドーピング機関が要求した資格停止処分は4年だった。これに反論し牽制する動きとみられています。そして先日、ロシアメディアスポーツロシアは、スポーツ仲裁裁判所がワリエワの件に関する公聴会の準備期限の延長を発表したと伝えた。続けて、すべての当事者は延長に同意した。審理の日付は、証人及び専門家のリストが提示された後の段階で決定される。日程は決まり次第、公聴会の日付はスポーツ仲裁裁判所のウェブサイトで正式に発表される予定となっていると明かした。合わせて、公聴会が2023年8月より前に行われる可能性は低いと説明しています。現在、昨年2月に始まったロシアのウクライナ侵略を受けて、ロシアとベラルーシ選手の国際大会への参加除外を呼びかけてきた国際オリンピック委員会が、12月以降、世界を一つにするという五輪運動の使命を掲げ、パリ五輪に向けた除外解除の模索を強め始めています。ロシア側にしてみれば、国際大会に出場できないのなら反ドーピングなど国際スポーツ界のルールに従う利点はないと開き直っているように見えます。しかし一転、五輪を含む国際競技大会への復帰に可能性が見え始めたのなら、同じ土俵で論じる構えは見せてもいいとは思いますが、
戦争を理由に締め出したのがそもそも五輪の精神に反するものなのかもしれませんが、ロシアに関しては戦争云々ではなく、ドーピングができない仕組みになりましたよとならないと無理なのでは。論点をずらして、なし崩しは絶対にダメ。最後になりますが、国の姿勢がダメなのであって、選手ここはコーチを信じ死に物狂いで練習に取り組んでいるのはよく理解していますので、各選手は応援していきたいと思います。ワリエワもロシアメディアスポーツロシアの、我が国が国際大会に復帰したら再び五輪に出る準備はできていますかとの質問に対し、あなたが言ったことが全て実現すればそうなると思う、だが先のことを考えるのは好きではありません、声高に発表すると大抵は実現しない、今はただ自分のスケートを見せたいし演技を続けたいと話すにとどめています。